レッスン7、Wave Guides。第7回のレッスン、同波間。まずは、紹介しているとしては、光をちょっと見てみましょう。光は、通信の場合には特徴があるんですけれども、まずは速いでしょ。あとはノイズにあまり影響しないんですけれども、あとは作りやすい。レッスン1に見た通りで、まあ、 火を使えるし、いろんな技術を使って光を作れるんですよね。で、まあ、特徴としては、まっすぐに通信ができるんですけれども、それも弱点なんですよね。それが、と問題ねには、まあ、まずは、直行に行きますか,から、何か邪魔されている場合には、それが問題になるでしょう。あとは、距離としては、まあ、 と遠い星から光も面に当たるんですけれども、それが結構弱,ってく,る弱くなっているでしょう。で、それがまあ、あるんですけれども、あとは、特には空気を通ると,と、ちょっとだけ方向は変更しますから、それができるだけには短い距離に,にした方がいいんですよね。まあ、この場合には短いのはそれが、とキロメートル単位なんですけれども、例えば、こういうふうには見てみましょう。 地球は、まあ、急でしょう。それが、えっと、ここから真裏の方には直接、直接の線はないので、光はこっちから反対側に行くなら、まあ、直接不可能でしょう。で、えっと、どこまで見えるんでしょうかね。これがエヴレストなんですけれども、エヴレストの場合には、えっと、2つのエヴレストを使って、 一番離れている距離にはどのくらい,使いにには見えたられるでしょうかね。まあ、エヴレスの高さは8,848メートルなんですが、そうすると、この距離が672キロメートルになります。そうすると,と、光の方向には選択できることが、スティーリングにできることができれば、それが,が結構役に立つでしょう。 そうすると、どうすればいいかね。これが一つ有名な実験なんですけれども、タインドルの実験、1870年です。から、まあ、バケツ使ってたんですが、水が入ってて、あと太陽の光が当たってて、下の方には穴が開いてた。で、これが、穴か,からと水が出てきたんですが、 それが入ってきてた水ががに,には光ももう通ってた。と水に当たって、水に入って、その光はこっちに来て、そ,のそっちの,の方に,には出てきたんですね。そうすると、これが,がとアイディアと,としては、材料の中に,にはと光を運転できるようになるんでしょう。そうすると、一番有名な,な,な方法は、は ファイバーオプティクスですね。光ファイバー。そして、その実験は、まあ、100、もう150年前にはあったんですよね。そうすると、1960年に,に,にはレーザーが,がと発明されてたんですけれども、そうすると、1966年、僕の生まれ年なんですが、そのレーザーとファイバーオプティクスが合わせて、えっ、ー、と、 セッ,トセット作りました。1970年に,には1キロの距離の,の,の光ファイバーに,には通る光の率としては1%が,が,が通信ができてたんですけれどもそうすると,と20年後に,にはその,その1%がか,から96%には上がりました。でその96%はまあ 100%になってないんですけれども、素晴らしいでしょう、それだったら。それが、えっと、書くところには、あの、各キロメートルあたりに,には、と96%なんですけれども、連続にすると、だんだん弱くなりますよね。でも、素晴らしい技術の,の,の進化です。2021年にはどうなってるか、それが後でちょっと説明します。で、これが、ファイブオプティクスとしては、 全世界に使われているんでしょうかね。これがインターネットの通信とか、電話の通信とか、いろいろに使っているんですが、このぐらいのところにはつながっているんですね。いろんいろなところには。こういう地図がネットネットには紹介されています。で、光ファイバーによっ点をちょっと説明したいと思います。そうすると、まずは、えっと、光が 材料と材料の間のインターフェースに当たることとしては、それが、屈折と反射をちょっと説明します。そうすると、どうやってファイバーの中には光を保存できるのか。その状況。そして最後にその光ファイバーのことには、それが作る方向とかに説明します。